5階に行くんだよね。よし、行こう。上がってる。上がってるんだけど。ちょっと動いてみる。え？これ、まだついてないよね。長くない？ついた。今さ、5階ってこんなもんだったっけ？長かったんだけど。雨降ってる。雨降ってるの見える。意地怖いよね。わかるよ。わかるよ。ただでさえ私のものなのに。やろう。おっと、ルイージ君、そういえば一つ大事なことを君に伝え忘れておったわ。何？その新型お化け犬のジャガの実は新しい機能を付け加えてあるんじゃよ。へえ。君の新たな武器となる9番ショットというものじゃ。あ、なんかさっきやった。ゴム製の吸盤を前で飛ばして平らでツルツルした面にひっつけることができるぞ。そしてバキュームで紐を吸い付けて A を押すと強力に叩きつけて物を壊したりすることができるぞ。まあ習うより慣れろじゃ。その辺のものにひっつけて試してみるといいじゃろう。それじゃあレイジ君、わしのカバンよろしく頼むぞ。フィフィフィ。バイバイ。吸い込んで A ね。吸い込んで A。えい。あ、全然変なとこ行っちゃった。違う。こっち側で。これで吸い込んで A。まあ、引っ張れるもの、壊せるものじゃないとできないってことね。この辺は引っ張って。引っ張れない。引っ張れないよね。ねえ。Y。Y じゃない、X。もう見え。おりゃー。意味なかった。こっちは？こっちはどうなんだろう、壊せないのかな。ん？待って、こっちか。あ、引っ張って、あ、そういうことね。はい、できた。なるほどね。で、ちょっと待って、進むには早い。位置ね。で、こっちか。あれ動かなかった。はい。ちょっと待って、散らばりすぎ。これ、向こう行けないの？あ、でもさ、さっきみたいにして。やっぱダメなんだ。オッケー。さっき逆をしてたわ。ずっとね、吐き出す方を押してた。博士の部屋はどこかな。ねえ、何が起きたのか全然分かんなかったんだけど。でもこんなさ早くないよね、多分。なんだろうここ。でも博士の荷物っぽくないよね。違うよね、多分。
やっつやっつ怒りねー間違えたあーすごいわ誰かいるやっつやっつやっつ辛いねー気持ちわかるよこうあ、お金ですか？よいしょ。結構だね。この辺のカバンとかもあれかな。壊せるやつかな、これ。あとずれそうな気がする。ちょっと待ってね。これをさ、なんか当てるのも難しいね。あ、いけた。あ、いけた、いけた。大して入ってないな。ん？これはダメなのか。からちょこちょこ。マリオマリオ鼻水がすごいね今日出るんだよね風邪かなうんーとねここ行ってみようあネズミだちょっとごめんねしちゃったお、ルイージ君何をグツグツしておるのかねほれ、虫の部分行って道が分からなくなったら VB ボタンん VB のマップを手入れするんですあ、そういうことね早く行けってこといろいろ探索したいんだよしばらくするとああいう風に出てくるのかね今ね全然ボタン押してなかったのに出てきたからここは何があるかな何もなかったえっあっダメだ開かないダメだどうしようかな行っちゃおっかえ、でもさ、マップってどうやって見ればいいの？で、マップで、あ、右上のここが博士の部屋なのかな？はいはい。ここなら8号室ね。でも絶対なんか起こるじゃん、これ。なんかあるんだけど、何これ？あ、違った。取れないのかはいはいそう難しいでもダメあじゃあこれはダメかうんーとあと何があったっけバン光らしてもダメどうすればいいんだろうこれいいやえ、どうしようかな。こっからさ、あ、当たんないんだ。とりあえず、ここに入ると、そういうミッションが発生するのね。アマゾンの箱
これいない？どういうこと？え、ないけど、さっき歯磨きしてた人どこ行っちゃったの？え、歯磨きしてた可愛い子いたじゃん。ラッキー、ラッキーだけどあれじゃない？私今やられてなかったよ。ゴルフボールがいっぱい怪我しそう。とりあえず次でしょ、次でしょ、次でしょ。びっくりした。まさかいるとは思わなかった。動かない。あれマイナス20とかちょっとふざけないでいただけると。よいしょ。広いよここ。もう一回見てみましょう。あれ、どうした？よし。今そんな場合じゃないよ。あ、宝石手に入った。そっか、通常ミッションでもお化けには遭遇するんだね。え、ここの部屋、さっき入った部屋だよね。あれ違う？あ、入ってない。え、何？新しい、この部屋。芸術。なんだろう、あ、なんかシール。すごく見えた。ここね、OK。ここ以外なんか
びっくりした、なにこれ、釣れた、そしたらルイージの、あ、釣れた全部外しとこうか、わーおー、これもなんかいじれる、あ、よかった、あれでもいつの間にか回復してた、じゃあちょっと進みますか。やばい、メイドさんがいる。メイドさん強そうな気がする。怖い。怖いよ。嘘。研究しに来てるの、他にすごいいっぱい、ここはどうしようか、なんかね、荷物できるだけ減らしてさ、よいしょ、あ、なんかすっごいお金だ、でもこれ博士のお金じゃないの、いいのかな、やろう。やろう。ルイジ君よ、調子の方はどうかね。おいろろ、冷めるだけ。すまんすまん、わしもいろいろ忙しいんじゃよ。しばらく席を外しておったぞい。おやま。そうなの？おいろろ。メイドのお化けにカバンを盗まれたじゃと。おやま、ルイジ。何をボケっとしておるのじゃ、早く追いかけるんじゃよ、わかってるよでもさ、こういうのほら集めとかなきゃでしょ、せいてはことを子孫じるって言うからね、何これ博士吸えないよこれえ、何何これ、え、嘘、そういうこと、面白い、そんなことできる、これもできる、あ、これは関係ない、うん、あとはもうないね、大丈夫かな、あ、なんか降ってきた、いや割れなかった、え、これどこ、お、あ、外出れる、そういうわけじゃないか、あ、出れる、めっちゃ博士いいところ。あ、いいなぁ。え、見れる。いいね。あ、きれい。嘘、嘘、嘘。ちょっと待って、なんかエメラルドなんだけど、なんか変なのしちゃったんだけど。違う。いらない。かわいいんだけど。吸って、消えた？何これ？いじめ？え、こいつは何なの？弱体化しないといけないとか、そういうこと、え、先生、あ、切る、行こうか、よっしゃ、いけたんじゃない、あ、なるほどね、宝石なんだ、だから、なんかちょっと違ったんだ、え、あれこれは望遠鏡しか覗けないのか、もういいよまた来たら困る、これは椅子、あ、ちょっと待って、違う、
それは関係ないのか。こっちは。いや、さっきさ、ジョウロがさ、これどうす、え、なになに、これは、え、これどうすんの、さっきなんかできた気がするんだけど。あ、これで外せるけど。え、ちょ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。お金を拾いたい。え、水あげたりとかできんの？そういうわけじゃない？できないの？なんだ、そういうやつかと思った。机の上乗せちゃった。面白いな。特にあとはないね。OK。そしたらさ、メイド追いかけますか？完全にメイド忘れてたよ、今。メイドさんは？え、あ、メイドじゃなかった。ちょっと待って、一線あるのね。よし、来い。大丈夫だ、ルイージ。一緒に頑張ろう。よいしょ。青。3匹まとめてって思うとダメ。なんか威力が強くなった、気のせいかな。やめてさ、反対側に行くんで合ってるかな。よし、クリア。なんか綺麗になった。一瞬なんかすごいいいホテルになったんだけど。全部吸ったかな。これあれじゃない？これでいけるやつじゃない？おう。あ、でも何もない、もしかして。お。何もなかった。カーテン剥がしただけだ。ここはトイレとかは、あれ？トイレとかないの？こっちか？え、この部屋どうなってんの？あ、でもそこにあるね。そこ、ここか。これこそか。で、かねと、あとは、ラッキー。え、ちょっと待って、それ、え、それ持ってっていいものなのかな。さあ、もしかしてお金じゃないだよね。すごいね、トイレットペーパーが代わりにお金が置いた。で、あとこれが、えいや、なにこれ。え、曲が流れるだけなんだよ。そういうのやめよう、そういうの。しかも謎だしね。え、なにこれ。あれかな、いつもやってもらってんのかな、これで。あとは、え、これが気になるんだけど、このマンホールじゃないけど、なんか地下に続いてます的な。よし、とりあえず、進みますか。はい、とりあえず今日は、おお、来た。え、ダメみたいなんだけど。え、ちょっと待って、ちょっと、どうしたらいい。え、あ、これでいける、これでいける。何？どうしたらいいの？あ、向こう行っちゃった。
こうなかなかうまく捕まえられんの。こいつは何か方法を考える必要がありそうじゃ。いけ、すくすく。あ、なるほど。やつが飲み込んだわしのカバン平らで丈夫だっじゃからな。吸盤で引っ付ければいい。なるほど。この部屋さっき見たから。こっちだね。あ、なんか、また木起こってる。スレート。よいしょ。で、吸盤で引っ張って、えい！あ、なるほどね。これでいいのか。いきゃー！いじめないでー。で、引っ張って、調子ね。何？イエロー。すくすくウィン、ソースーさん、サメの竹。サメの竹。そういえばルイージ君よ、君に一つ豆知識を教えてやるぞ。すくすく。君が扉を通るたびに、それまでの新着が自動的にセーブされる仕組みになっておるのじゃ。ただし、次から次へと急いで扉を出入りすると、セーブされないこともあるからね。まあ、10秒ぐらい間を空ければ大丈夫じゃろう。何事も慌てるでは出ないぞ、そういうことじゃ。さっきと言ってること違う。それじゃあ、引き続き頑張るんじゃぞ。よっしゃ、頑張ります。バイバーイ。メイドさんどこオッケー。いた。怖い。寝てるときにさ、こんなところにいたらほんと怖いよね。で、引っ張って、うりゃ、うりゃ、うりゃ。あ、いっちゃった。ちょっと待ってます。あとちょっと。よかったい。あれだね。ハートもだいぶ、まだ残ってます。え、これどこ行ったの？こっちではない。違うか。え、この部屋に入っていいのかな。よし、行きますか。やっぱ違った。そんな気がしたんだよ。あ、ちょっと待って、ずるくない？危ねえ。向きが変えられない。よし、いけた。よし。え、でもこれさ、メイドいないってことだよね、多分。ここにはどこ行ったの。ないよね。ね。雲がいた。雲がいたよ。
あ、よかった、倒せた。もう一匹のかと思った。どこだ。吸わなくていいよ、それは。とりあえず。え、どこにいるのじゃ。同じ部屋にいたりするのかな。エレベーターの前行ってみる。さっきの椅子は変わってないよね。え、ここ部屋だったっけ。なんかね。やってなかった。あ、でも部屋変わる？みたいだけど、入り口がわかんない。あ、違うか、何もないのか。出るんだ。あ、よかった、何も出なくて。どうしよう、海の世界とか繋がってたらマジ泣くんだけど。これは何？なんかスイッチがある。関係ないか？スッチじゃないか。かかってあるだけか。え、前の部屋にいるのかな？廊下にいることもある？どこだろう？エレベーターのところにいたりとかしたらもう本当にどうしようなんだけどさ。いないよね、廊下には。OK。ここかな、やっぱ。あ、いたいたいた。手を吸って、これでいける？あ、よかった、いけた。よかったね、ルイージ。メイドさんちょっと可愛く見えちゃった最後。これを持っていけばいい？ Yeah. おー、素敵なバッグ。Hello. ん？あ、お化けが持ってたもんね。はいはい、3階のやつをゲットしました。よし。お、カバンと一緒に新しいボタンまで手に入ったようじゃの。よくやった、ルイージ君。それではベースラボまで戻ってくるのじゃ。 OK。 じゃあ今日は下まで戻って終わりにしましょうか。結構長くやっちゃったよね。50分くらいあるな。 OKOK。 いやー、でもルイージマンション面白いですね。ぜひやってみてください。多分私が今やってるようなそのところ以外にも、メインのストーリー以外にもやり込み要素が結構ありそうな気がするんですよね。多分ね、見逃してるところとかあると思うから。で、1階に、1階じゃないや。よかったね。ちょっとね、リージが、おうおうリージが強くなっていってるように見える。Oh yeah.頑張れ、ルイージ。ルイージ君、どうやらこれで3階にも行けるようになったようじゃな。ちかその前に、まずはわしのカバンをベースラボまで持って帰ってきておくれよ。OK。そしたら、とりあえず地下に行きますか。長いよね、このさ、絶対さ、この途中でさ、1回ぐらいはさ、お化け来るよね。しかしさ、こう、あ、ちゃんとなんかさ、光が出るんだね、すごくない？ちゃんと階降りてんだ。凝ってるな。駐車場のところまで行って今日は終わりにしたいと思います。でセーブしてくれたので、はい。じゃあ今日はここまで。本日もご視聴ありがとうございました。いいなとか面白いなと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。
もっとこういうのも見てみたいなっていうのがありましたらコメント欄にお願いします。じゃあ今日はここまで。ありがとうございました。